今日はちょっと専門的な話。皆さん、ようこそココアートチャンネルです。今日はアートの世界のほんの少しだけ専門的な話をしたいと思います。でも大丈夫です。そんなに難しい話ではありませんので、気軽に聞いていただけたらと思います。皆さんはステートメントって聞いたことありますか？ステートメントとも言います。英語ではこう書きます。直訳すると声明文とか説明とか本人の意見とか、そういう風になるんですけれども、いろいろな業界でも最近は出てきている言葉ですけれども、今日はこのアートの世界のステートメントについてほんの少しだけお話ししたいと思います。アーティストによって、またはコレクターとかギャラリストによっても捉え方が様々かもしれませんが、私の見解を言いたいと思います。ステートメントというのは大きく言うとテーマとかコンセプトとか、そんなものが書かれたものになります。じゃあテーマとコンセプトって一体何なのでしょうか。テーマというのは大枠とか枠組みとか主題とか、コンセプトというのは概念とか骨格とか観念とか、そういうふうに捉えられると思います。テーマとかコンセプトを誰にでも分かりやすいように書いてまとめたものをステートメントと言います。アーティストによってはアーティストステートメント、なんで自分はその作品を描くのか、なぜ私は絵を描いてるのかとか、アーティストとしてのステートメントと展覧会ごとにステートメントを用意する人といると思います。まあ、私の場合はアーティストステートメントと展覧会ステートメントを両方用意してるんですけど、作品を語源化したものとでも言ってもいいかもしれません。まあ、私にとったらステートメントは作品の一部ということになります。中にはステートメントなんて本当に必要なんですか、作品を自由に見たらダメなんですか、そうおっしゃる方もいらっしゃいます。もちろん作品は自由にご覧いただいて大丈夫です。まずはステートメントとか略歴とかそんなこと全く関係なしに作品を純粋に感じてもらう、まずそこから入ってもいいと思います。ただそうやって自由に作品を見ていて、見てる方がもっと知りたくなる知的欲求っていうのが湧いてくる時があるんですよね。なんでこの作家はこの作品を描いてるのか、なんで今回このテーマなのか、そもそもこの人にとって作品とは一体何なのか、そういうことが知りたくなった時にステートメントが用意されてると、より深く作品を見たり、より広く作品を見ることができる、それがステートメントだと思います。まあ、有名な作家さんになったら、会期が始まってから終わりまでずっと展覧会場にいて、入ってこられる方、入ってこられる方、一人一人にこう説明ってなかなかできないと思います。まあ、私もよくギャラリーにはいるようにはしてるんですけれども、それでもやっぱりそのお一人お一人にあの作品を説明するっていうのは逆にそれが押し付けになると思うんですね。別にそれを知りたくないっていう方もいらっしゃると思うので、なのでステートメントは逆の意味で押し付けにならないように展示してある、そういう意味もあるかもしれません。私はアーティストステートメントっていうのはもうずっと変わってないんですけれども、なんで私が絵描きという生き方を選んだのか、なんで子供をずっと描き続けているのか、そんなことを書いています。そして展覧会ごと新作展があると、その新作ごとに作品の新たなテーマとかが出てくるので、コンセプトやテーマに沿ったステートメントを用意するようにしています。なぜ今回そのテーマなのか、なぜこの色なのか、そういうところを見ていただけるようにしています。だから私の展覧会ではアーティストステートメントを読んでもらって、展覧会ステートメントがあって、あとはタイトルを見ていただければ大まかな大体の流れっていうのを分かるようにしています。皆さんとステートメントの関わり合いっていうのをちょっと話しましたけれども、じゃあステートメントっていうのが書く側、私にとったらどういう意味があるのか。まあ、私にとってのステートメントというと、制作中に迷子にならないための青写真と設計図とか、そういう意味合いがあろうかと思います。制作中っていうのはやっぱり絵に没頭してるというか集中してるんですね。だからもうテーマとかそういうことよりも画法中心になってくるんですね。ここを塗る時にはこういう風に塗りたいとか、ここにはこういう色を持ってきたけれども、このムラをなくすにはどうしたらいいかとか、いかにこの綺麗な線を引けるかとか、そういうことに没頭してるので、やっぱりテーマとかがそっちのけになっちゃって、本当はこのテーマでこの色で進めようと思ってるのに、あ、やっぱりちょっとここにこの色持ってこようかしらとか、こういう風にしようかしらとか、その時の感情が入ってしまうので、その自分の制作中のブレをなくすための、まあ、指標的な、そういう存在でもあります。まあ、若い時の私は
美術の歴史とかをも勉強すればするほど、そのステートメントの必要性っていうのをすごい感じてながらも、なかなか自分のステートメントを仕上げることってできなかったんですね。なんか自分の中身を全部さらけ出すような感じで、当時の私は自分で自分を偽っている部分があったので、ステートメントでお客様に自分はなぜこういうふうな子供を描くか、なぜこのテーマで描いているのかっていうことを言えなかった時期は、ステートメントが描けなかった時期もあります。まあ、昔はステートメントとかそのテーマとかコンセプトよりも、まあ子供そのものを追い求めるので必死みたいな、まあ子供そのものを描きたいみたいな、子供が可愛くて仕方ないみたいな、そういうなんか感情で描いていたような、そんな時があったかもしれません。それででもやっぱり描き続けていると、なんで自分ってこういうふうなことをテーマに描いてるんだろう、なんでなんでって、こう自分の内なる自分と向き合わないといけない時期っていうのが出てくるんですね。もうただ単になんとなくは書き続けられないというか、限界が来てたというか、そうやってステートメントっていうのを作らないといけないな、それがないと私はずっと書き続けることができないなと思った時期に、書く行為っていうのは一体何なんだろうって、そういうことを考えた時期があるんですね。書く行為っていうのも純粋に自分に向き合う行為なんじゃないかなって思ったんですね。なぜ自分は描くのか、まあ、もっと言えばなんで自分は生きてるんだろう、そんなことを考える時がすごくあって、そういうことにきちんと向き合うことっていうことが作品にもつながるんじゃないかなって、すごくそういうふうに思って、ステートメントの必要性とともに自分とは何なのか、描くこととは何なのか、そういうことを考える時期でもあったかもしれません。そしてまず展覧会のステートメントを考えようかなとも思ったんですけれども、それよりもまずアーティストステートメント、私はなぜ絵を描いているのか、そういうことをちゃんと文章にして表したいな、語源化したいなっていうのがありまして、もう原稿用紙に何枚も何枚も書いて、プロの人の文章のまとめ方とかもその原稿用紙を渡して聞いたりして、やっとこの A4 サイズの1枚のボードにまとめることができたんですけれども、そしてそのステートメントを作る作業でものすごく自分と向き合ったんですね。今までにないぐらい、まず向き合ったのが自分のアイデンティティ、どの国に生まれた、どんな人種で、どんな性別で、どんな性格で、どんな顔をしていて、どんな思考があって、どんな欠点があって、どんな長所があってとか、もうとにかくあらゆる自分のまあ性格とかアイデンティティとか、いろいろなことと向き合って、いろいろなことをこうなんか浮き彫りにしていくような作業が、ステートメントを書いているような作業だったように思います。書いてる時にうっと詰まるような感覚もありました。過去のもう本当は忘れてしまいたいこととか、もう誰にも言いたくないこととか、そういうことと向き合わないといけなかったので、でもこれをしなければ私は誰かの心に残るような絵は描けないんじゃないかって、その小手先とか技術的なものじゃなくて、本当の意味でこう自分の心を注ぎ込んだ絵っていうのを描くためには、何としてでもこのステートメントを仕上げないといけない、そんな風に思ったんです。そうやって自分をとことんとことん追い込んで追い込んで追い詰めて突き詰めて突き詰めていくと、テーマが浮き彫りになってきて、コンセプトが浮かんできて、作品の輪郭線みたいなものが見えてきたんですね。そして今自分が描かないといけないのは何なのか、歴史上の上で自分が今どの位置にいるのか、それはまあ人類の歴史でもあるし、美術の歴史でもあるんですけれども、その中の自分の立ち位置みたいなものもすごい見えてきて、自分が描かないといけないのは何なのかな、自分しか描けないものって何なのかな、自分はこの時代に生まれて、この国に生まれて、どんな影響を受けて今まで生きてきたのかなって、まあステートメントというのはアーティストにとったらもう一つの作品でもあり、作品を言葉で語る作品というか、まあ、そのアーティストによってそれぞれの見解があると思うんですけれども、現代アートの作家の展覧会に行くとステートメントとかそういうものが多分用意されていると思うので、まあ、作品を純粋に自分の感性で楽しんだ後は、その作家はどうしてその作品を描いたのかなとか、そういうことがちょっと知りたくなった時に、一度このステートメントをじっくり眺めてみるのもいいかもしれません。はい、というわけで今日はステートメントについてお話ししました。まあ、今後このビデオブログでもステートメントを紹介したりとか、ステートメントっていう言葉が出てくると思うので、まあちょっと小難しい話にはなるかなと思いましたけれども、先にこうやってビデオにしました。まあ、あまり気にしないで、まあ、展覧会に来たら、もしお時間があったら読んでいただけたらいいなって思います。ココアートチャンネルは、今までアートに興味のなかった人によりアートに興味を持っていただく、その意味でもまあステートメントっていうのはスタート地点にもなるので、ちょっとお話ししました。いかがだったでしょうか。
それではまた次のビデオブログでお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ココアートチャンネル。